うぃー。待って、2発目はやばい、2発目はやばいって、ちょ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 技能解説編、今回は運転と操縦、そして乗馬について。運転と操縦、今回も似たような技能ですね。ですが今回は説明が簡単です。早速解説していきましょう。運転と操縦の違いは陸海空、どこで使う乗り物なのかによって使い分けます。陸で使用する乗り物、普通自動車やバイク、大きいものならバスやダンプカーなどは運転技能に該当します。海と空で使用する乗り物、海なら船やジェットスキー、空なら飛行機やヘリコプターなどは操縦技能に該当します。また運転と操縦は技能の名称の横に空欄があります。ここに何を運転操縦できるのかを記入する必要があります。例えばスタンダードなのが運転括弧自動車。一般的な自動車なら乗用車からバスまで何でも運転できる可能性があるのでとても便利です。他には運転括弧大型二輪、でかいバイクを運転できるのかっこいいですよね。運転括弧三輪車、クリティカルすれば三輪車でドリフトできます。操縦括弧戦闘機、エースアンバットができちゃいますね。職業牧羊犬で操縦羊、牧羊犬なら不自然じゃないですね。牧羊犬という職業も面白くてグッドです。ただ犬なので行けるシナリオが限られますね。動物が行けるシナリオで活躍するでしょう。操縦かっこ父親の財布、お父さん厳しいお母さんですね。操縦かっこ人間、これは何でしょうね。 SM 的なことでしょ。きっと子供がパパでお馬さんごっこをするための技能なんでしょうね。微笑ましいですね。操縦括弧ロッラン、ロッランエグゼトランスミッション。冗談はさておき、遠隔操作するロボットなどは操縦に当てはまるでしょう。運転括弧馬、おっと、馬の運転は専用の技能があります。それが乗馬。ここで一緒に解説しちゃいましょう。といっても乗馬はそのまま馬に乗って移動できる技能です。馬車を操縦することも可能です。馬に限定せずとも、ラクダに乗るときや犬ぞりを操縦するときなども代用して乗馬技能を扱います。動物関係の乗り物なら乗馬技能を使用できるということです。運転と操縦の解説に戻りまして、2つの乗り物が運転できる場合、運転技能を2種類別々に習得する必要があります。例えば自動車と大型二輪、どちらも運転できる場合はどちらともに技能ポイントを振る必要があります。駆逐力シーンは TRPG 6版のルールブック328ページには、なんとカーチェイスのルールや障害によってどの程度の補正を入れるべきかが分かる表や、神話生物の速度など、様々な運転と操縦に関わる資料があります。特にカーチェイスのルールの項目は面白いです。技能に失敗したり、乗り物がダメージを受けた時に使用するトラブル表や、車の位置を視覚化する車間距離記録表など面白い資料がたくさんあります。ですがこれらはどれも選択ルールですので、独自のルールでカーチェイスのルールを定めても大丈夫です。参考にはなるので一部だけ採用しても OK です。以上が運転、操縦、乗馬の解説でした。この運転や操縦のような空欄を記入するタイプの技能は幅広い選択肢があって楽しいです。皆さんはどんな運転、操縦技能を取りましたか？ぜひコメントで教えてくださいね。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは TRPG に関する解説動画やリプレイ動画を投稿する予定です。面白かったよって方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた次回、じゃあね、バイバーイ。冒頭でマリオカートしましたけど、マリオの映画マジで面白いから見てください。ほんまに、ほんまにマジで。